リチャード・ジョン・ BT ・シーマンはイギリスのレーシングドライバーである。1937年から1939年にかけてメルセデス・ベンツチームのワークスドライバーとしてグランプリレースを戦い、1939年ベルギーグランプリで自己死した。リック・シーマンの通称でも知られる。ウェスト・サセックス州チチェスター近郊のアルディング・ボーンハウスで資産家のウィリアム・ジョン・ BT シーマンとリリアン・シーマンの息子として生まれた。シーマンは子供時代はロンドンのナイツブリッジで育ち、運転手付きの自家用車で学校に通学していたことから自動車に興味を持つようになった。1925年に一家はサフォーク州ロングメールフォードにあるケントウェルホールに転居した。1926年からラグビー校に通い、その後、 ケンブリッジ大学のトリニティカレッジに進学した。トリニティカレッジに入る直前の1931年7月、シーマンはモルバン丘陵で開催されたシェルズリー、ウォルシュスピードヒルクライムでレースに初めて出場した。このレースでシーマンは2位に入り、優勝したのはアメリカの富豪の息子で、やはりケンブリッジの学生だったホイットニーストレートだった。 10月に入学したシーマンは、ストレートの影響で、飛行機の操縦を覚えたり自動車レースにのめり込んだり、するようになり、翌年には、同大学の自動車クラブにも加入した。1933年に、ストレートがチームを設立し、シーマンはそのチームで走るようになる。両親はシーマンが、国会議員か弁護士になるよう望んでいたが、1934年、シーマンは、 レーシングドライバーになることを決意し、母リリアンに購入してもらった MG の車両で、ドライバーとしてのキャリアを本格的に開始する。1935年、ストレートがレースチームを畳もうとしていたことを機会として、父ウィリアムは、息子の道楽を今度こそやめさせようとするが、持病から心不全を起こし、多くの財産を残して死去した。父は、 息子が相続できる年齢を27歳と設定していたことから、財産は母によって管理され、シーマンのその後のレース活動は母を頼ることになる。1.5リッターのボアチュレットレースに参戦するようになったシーマンは、自身のイングリッシュレーシングオートモビルズやドラージュの車両をジュリオ・ランポーニに改造させて、レースに出場した。同時に、 ハイドパーク近くに実家が持っていた旧車をガレージとし、ロフティ・イングランド、ジョック・フィン・レイソンという二人の優秀な整備士を雇った。1936年にかけてヨーロッパで開催されている勝敗企業のジュニアクラスで腕を磨き、並行してイギリスにおいても小さなレースに出場して、それぞれのレースで優勝を重ねた。この時期にトリニティ・カレッジに入ったプリンス・ビラとは友人であり、 ライバルとなる。1936年メルセデスチームのオーディションシーマンはステップアップを夢見るが、当時の自動車レースの最高峰であるヨーロッパドライバーズ選手権をはじめとするトップクラスのレースではドイツのメルセデスベンツとアウトウニオンが圧倒的に強く、イタリア、フランスのチームでも歯が立たず、さらに弱体のイギリス車ではこれ以上のステップアップは望みようがなかった。 1936年11月、メルセデスチームを率いて、グランプリレースを戦っていたアルフレート・ノイバウアーは、ドライバーの補強を行うための大規模なオーディションを、ドイツ・ニュルブルク・リンクで開催した。シーマンも招待され、友人のクリスティアン・カウツと共にこのオーディションに参加し、ニュルブルク・リンクで、好タイムを出したことでノイバウアーに見出され、正式な加入オファーが提示された。当時、 イギリスとナチスドイツとの間では緊張が高まっていたことからシーマンの母は同チームへの加入に反対したがシーマンはそれを押し切り1937年2月にメルセデスチームと契約を結んだ3月にはモンサでもテストが行われシーマンは正式にリサーブドライバーとなるこの際イギリス人のシーマンを加入させることについてメルセデスチームは アドルフ・ヒトラーの承認を必要とした。1937年デビューと負傷、メルセデスチームにおけるシーマンは、5月の非選手権のトリポリグランプリでデビューを飾り、このレースはトラブルにより、リタイアに終わったものの、途中、チームメイトのヘルマン・ラングの後ろ、エースであるルドルフ・カラツヨラの前の2位で走行し、レギュラードライバーと遜色ない速さで走れることを、証明してみせた。 7月初めにアメリカ合衆国で開催されたバンダービルト杯では英語を母国語とすることから遠征するドライバーの一人に抜擢されて参戦しこのレースでアウトウィニオンのベルント・ローゼマイヤーに次ぐに、表彰台に立ってみせたしかし肝心のヨーロッパドライバーズ選手権のデビューは順調なものとはいかなかった7月に開催されたドイツグランプリでデビューしたがこのレースでシーマンは アウトウィニオンのエルンストフォンデリウスの死亡事故の当事者となる。シーマンに対してオーバーテイクを仕掛けたデリウスはコントロールを失ってコースを塞ぎ、シーマンはそれに追突する直前に車外に投げ出されたため、重傷こそ負わなかったものの鼻、腕、手首、親指、胸といった複数を骨折する怪我を負ってしまう。この負傷が響いて、シーマンは続くモナコグランプリと スイスグランプリの欠場を余儀なくされた。9月のイタリアグランプリで復帰し、このレースで4位入賞を果たした。同月の非選手権のマサリクグランプリでもチームメイトに次ぐ成績を残し、復調を印象づけることとなる。1938年、最良のシーズン1938年はシーマンにとって最良のシーズンとなり、 7月のドイツグランプリではチームメイトのマンフレート・フォーン・ブラウヒッチュとの争いを制してグランプリ初優勝を遂げる。このレースはチームにとっての母国グランプリであることからノイバウアーは必勝を期しドライバーたちにコース上でチームメイト間で争うことを禁じるチームオーダーを出していた。シーマンはレース中盤までにファステストラップを記録するほどの速さを示していたものの わずかに先行して、主を走るブラウヒッチュに仕掛けるわけにはいかず、ブラウヒッチュの直後にぴったりと張り付いて、レースを進め、ブラウヒッチュと同時にピットインした。ブラウヒッチュからシーマンが近すぎると苦情を受けた、ノイバウアーは、チームの1から2フィニッシュを達成するため、シーマンにはもう少し離れて走るよう改めて注意を与えた。しかし、そんな話をしていたところ、ブラウヒッチュの車両が、 火災に見舞われるというアクシデントがあったことから、問題なくピットアウトしたシーマンが逆転することになり、その点では、運が味方した勝利だった。この優勝は、ナチス政権下のドイツグランプリで、イギリス人ドライバーが優勝したものとして、有名になり、シーマンは、この結果に気を良くしたアドルフ・ヒトラーのお気に入りのドライバーの一人となる。続く、スイスグランプリでは、豪雨となったレースで、 レーゲンマイスターのガラツオラに次ぐ2位となって、再び実力を示した。このレースはシーマンにとって、生涯最高のドライビングだったと評す者もいる。1939年、死亡事故ベルギーグランプリのシーマンと、事故で大破した W154 この年はシーマンに、とっては、始まりが遅くなり、5月に開催された、非選手権レースのアイフェル連年が、初戦となった。そして、 6月末、ヨーロッパ選手権の初戦である、ベルギーグランプリを迎えた。スパフランコルシャンを舞台とする、このレースは、スタート時は鈍天だったが、レース中は、断続的に続く大雨に見舞われた。ラングと首位を争っていたシーマンは、22周目のクラブハウスコーナーを高速で回ろうとして横滑りし、コース外の木に車両側部をぶつける形で、 時速2 0 0トルで激しく衝突した。この時の衝撃で燃料系統が破損し、車外にガソリンが漏れて発火した。右腕が折れたシーマンは車から脱出しようにもステアリングをうまく外せず、やがて気を失い、周囲の者たちも激しい炎により救助に手間取ることとなる。最終的に勇敢なベルギー人の観客たちが家中からシーマンを救い出したが、 全身のおよそ60%に火傷を負ったことは致命傷となり、シーマンは事故から6時間後の6月25日夜に死去した。26歳の早すぎる死だった。23週目、ラソースのヘアピンカーブのすぐ手前で不幸な出来事が発生した。シーマンは滑りやすい危険なカーブにオーバースピートで突っ込んだ。車輪が走路の円の路面の緩んだところに乗って、 スキットをはじめ、すごい勢いで後ろから木にぶち当たり、それから横向きになってまた木に当たった。車は四輪を地面につけたままで停止した。衝突のショックで燃料パイプが破れ、燃料が灼熱した排気管の上に流れ出した。数秒後には、車体は炎に包まれていた。おそらくシーマンは逃げ出そうとしたのだろう。しかし、後で分かったところでは、 彼は腎臓にひどい負傷し、右腕の骨も折れていた。また、彼はショックで意識を失い、空気が揺れ動くのも、ひどい熱にも気がつかなかったものとみられる。カラツヨラ自伝中のシーマンの死より、病院で意識を回復したシーマンは、死の床に見舞いに訪れたルドルフ・ウーレンハウトに、早く走りすぎた。完全に私のミスだった。すまないとわびたという。また、 妻のエリカに対しては、こんな脅かしててすまない。今晩、映画館に連れて行けなくなったと冗談を言い、自然に陽気に話そうと努めていた。シーマンは、シルバーアロー時代のメルセデスチームにとって、唯一のレース中の死者となった。シーマンの葬儀はその死の5日後の6月30日に、ロンドンで営まれ、その遺体は、ロンドンのパットニーベール墓地に葬られた。シーマンは、 ヘンリー・シー・グレイブと並んで、戦前に、最も活躍した、イギリス人ドライバーとして称えられることとなる。また、メルセデス・ベンツのワークスドライバーとして活躍した、イギリス人として、後のスターリング・モス、ルイス・ハミルトンと共に名を挙げられるようになる。プリンス・ビラのマネージャーで、シーマンの友人であるチュラ・チャクラ・ボンはシーマンを、イギリスが生み出した中で、おそらくこれまでで、 最高のレーシングドライバーと表し、ノイバウアーは、シーマンよりも偉大なレーシングドライバーを、私は知っているが、彼よりも才能に恵まれ、彼よりも、献身的なドライバーを、私は知らないと語っている。資産家の家に生まれ、当時のイギリスのエリートとしての教育を受けたが、シーマン個人にはスノップのところがなかった。シーマンは、当時のイギリス人としては珍しく、若い頃から、 ヨーロッパや遠く、南アフリカまで旅をして回り、これも当時外国を旅行して回ったイギリス人の多くと異なり、そうした異国の地について恐怖心や否定的な感情というものを示すことがなかった。性格は他のチームメイトたちと比べて冷静なものであったと証言されている。メルセデスチームに加入した1937年は、計3台の W125 を大破させ、 このうちの二つは必ずしもシーマンに落ち度があるものではなかったが自分に歌詞があった可能性を洞察した姿勢はノイバウアーに感銘を与えた。カラツヨラはシーマンのレース運びを氷のように冷静と評している。シーマンはナチスドイツとイギリスの間の対立が激化するという1930年代後半の政治情勢の中ナチスのチームとして知られたメルセデスチームで走った。 イギリス人という側面から語られることの多い人物である。シーマン本人は政治的な心情というものは持っていなかったと考えられている。ナチスドイツとイギリスの対立により、イギリス人の自分がドイツの会社であるダイムラーベンツで働くことが難しくなってきているという状況には憤りを見せたものの、政治情勢そのものについては特に批判などをしていない。 レースと政治を分けた考えをしていたようであり、ドイツ経済を立て直したことなど、シーマンの観点からヒトラーやナチスの功績と感じたことを率直に称賛する内容の手紙をイギリスの知人に送ったりもしている。ドイツの自動車レースを管轄していた国家社会主義自動車軍団から求められれば、ドイツを代表するチームのドライバーとしてナチス式敬礼もしており、1938年、 ドイツグランプリで優勝した際は NSK 系のヒューンラインに促されて遠慮がちなナチス式敬礼を行っている。シーマンはその短い人生を自己中心的、野心的に送り、それらはレースのためという素朴な動機から発し、トラウマなどとも無縁だった。メルセデスチーム、そしてナチスドイツとの間で悪魔の契約を結んだとして非難されることもあるが、それらは 政治情勢にあまり関心がないことによるものだったようである。1939年初めには政治状況の悪化を憂慮してイギリスに帰ることも考えるが、イギリスの知人たちからはむしろドイツとの付き合いは今の情勢では貴重だから残った方が良いと説得されて思いとどまっている。実際問題として、 当時のナチスドイツ政府は資産を国外に持ち出すことを禁止していたため、この時にすでに母リリアンと絶縁していて、ドライバーとしての収入しか持たないシーマンは、生活を維持するためにもドイツを離れるわけにはいかなかった。1939年6月30日に、ロンドンでシーマンの葬儀が行われた際は、ヒトラーの名で巨大な花輪が贈られた。裕福な家柄のシーマンは、 似た境遇のマンフレート・フォン・ブラウヒッチュとルドルフ、カラツヨラとは意気統合することとなる。シーマンはカラツヨラの妙義を称賛し、ブラウヒッチュにはそのユンカーらしい気質に面白みを見つけた。労働階級出身のヘルマン・ラングはドイツの階級意識のため、ブラウヒッチュとカラツヨラから見下されていたが、シーマンはラングと親密な友情を築いた。チームメイト全員と、 友好関係を築いたシーマンは、その起点と冷静さから、ブラウヒッチュとラングの間で喧嘩があれば、それを止め、チームの中では干渉剤といった役割を持つことになった。ドイツ語はチームに在籍している間に、かなり流暢に話すことができるようになったが、それまでは、母親がイギリス人で、自身もロンドン生まれのルドルフ・ウーレンハウトを介して、チームメイトと意思疎通することもあった。 シーマン家が1933年から住んでいたプロコート。1938年6月、シーマンは BMW の重役フランツ・ヨーゼフ・ポッツの娘で、あるエリカ・ポップと出会い、二人は恋に落ちる。エリカの父親はレーシングドライバーが不安定な職業であることを知っていたことから、当初は難色を示したが、娘の決意が固いことを見て折れた。 エリカは流暢な英語を話し、シーマンの母リリアンも彼女個人のことはとても気に入るが、イギリスとドイツの間で対立が深まる情勢であったことから、シーマンの母は二人が結婚することには、猛反対した。1938年10月末、ドニントングランプリのため、イギリスを訪れていたシーマンは、結婚を認めるよう母と話し合うが、平行線となり、 もう再び会うことがないとも知らず、シーマンと母は和解せぬまま別れた。1938年12月7日、シーマンとエリカ・ポップは結婚した。シーマンの死後、エリカ・シーマンは、イギリスとアメリカ合衆国に移り住んだ後、ドイツに帰って再婚した。再婚後も、シーマンから送られた婚約指輪は外さずにいたという。母リリアンは1948年に死去するまで、 息子のことを痛み続けた。母の死後、シーマン家が住んでいた、ウスターシャーのプロコートと呼ばれた邸宅は1962年以降は、インデペンデントスクールのブレドンスクールの施設として使われている。周囲を争い、同時にピットインしたブラウヒッチュの車両が火災を起こした時、すでに整備を終えていたシーマンはいつでもピットアウトすることができたが、そうはしなかった。直前に、 ノイバウアーから命じられたチームオーダーが腹に据えかねていたシーマンは早くスタートしろと叫ぶノイバウアーにフォンブラウヒッチを追いかけるなっておっしゃったでしょうと言い返したとされる。シーマンは13という数字を不吉なものとする迷信を抱いていたとノイバウアーは語っている。シーマンは13と付けられた部屋には決して止まらなかったしカーナンバー13の車にも乗らないようにしていた。 シーマンが関わった事故には13と関連づけて語られているものもある。ありがとうございます。